最終回のタイトル変わらないと諦めるあなたへは、僕は一周目のリナのことだと感じました。どうせ自分が何をやっても変わらない、だから何もしない、そうやって生きていたのが一周目のリナだったと思います。このあなたが犯人なんだとしたら、それはリナ本人、つまり自殺していたということになりそうなんですよね。もう一度第1話を見返してみると、あの渡り廊下にいるリナはうつろな感じに見えます。自分を見失っている状態だったんではないでしょうか。生徒が自殺したり、自分も離婚したり、大変な状態だったと思います。また同時に、本当は自分にもやれることがあったのではないかという気持ちがあった。絶望の気持ちから自分で柵を乗り越えてしまったのではないかと思うんですが、多分自分は生徒たちに恨まれているという気持ちから、誰かに押されたと錯覚してしまったのではないかと想像します。